今回は、冷絶アジテーター、ついにね、三枚おろしにする日が来ましたね。この、身長重心祭限定キャラ、ナイトメアで、ぶち殺させていただきますよ。もうこれで今度から、ナイトメアなんて、アジの3枚ね、みたいな。そんなノリで、挑めるんじゃないのかな。で、適正キャラに関しては、まあ、アリスアルファとかカンロジさんとかいろいろいるんですけど、ちょっと、最後に、クリアし、とりあえずこれでしてきて、使用感確かめた後、まあ結局1体でいいのか、2体いた方がいいのか、まあそのいろんな適正キャラ強いのいるしね、割合持ちとか。その辺もちょっと試して、なんか最終的な結論的なの出してみたいね。で、極力 SS の短縮を味方に触れて、タンチャも入れて、ナイトメアのバフ SS を即座にぶち込んでいきたいかな。で、ぐるっと回して短縮短縮。よし。ちなみにこれ友情コンボは、はい。でもこれ、ある程度削れてるから、やっぱ、友情コンボ、それなりには通ってくれそうな感じあるのね。うわ、馬のクソみてえな。馬のクソみてえな。とりあえずこれでどう？友情コンボは？なんか時間かければ、まあ即死の方が先に来そうだけど、時間かければ、なんかワンチャンこれいけそうな気がするな。短縮短縮。短縮。よし！で、2P のスノードロに対して、スノードロがこれ 2P か。2P にちょっとバフを、バフというか短縮をちょっと入れたい。はい。よし！とりあえず一旦ぐるぐる回ってみんなに短縮入れますと。これで速攻でバフ入れられたら、またちょっと世界いろいろ変わりそうでおもろそうなんだけどな。で、横間で上がっていく。超スピード加速があるから、はい、はい。これいいんじゃない？よしよし！で、次回ってきたら2段階入れてる。だから、まあ、今回は2体入れてることで、まあ、ナイトメア自体にも、バフが入れられて、アタッカーとしてま、より強くなるっていうこともできるから、まあ、強いんですけど、味方にバフを入れるっていうことだけ考えるんだったら、もう、まあ、これで全然ええよね。まあ、これでいっか。はい。友情コンボどうだろう？通る？あー、でも結構入ってんな。意外と友情入ってんね。しかもバリアのおかげでなんか全然私回復意識してないんだけど。意外と回復これ入ってんじゃねえの。で、これ短縮でワンパンは。ワンパンいけてる？一応アシストスキルのおかげで2000アップしてんだけど、今ワンパンいけてたかな？ちょっと豆と混ざってよくわかんねえ。で、これを、まあ、スノドロは別に一旦いいとして。はい。とりあえず上2体にバフでいいかな。これ横間で短縮入れるでしょ？はいはい。あとちょっとこれ友情コンボで、2倍まで入れたら、いや、いけねえかなーっていうのもちょっと私気になってんだけど、どうかな？はい。で、角、取る取る取る。よしよし。これで、スノードローと、もう 2P ナイトミアにも、さらに、バフが付与できますよと。まあ、ちょっと一回しないでよ。スノードローのあれ検証したいし。はいはいはい。ワンパン取れ、あ、しまった、ヒットポイントが減ってるから、これ検証できねえな。ダメージ的にどうなんだ？はい。はい。30、ん？一撃で、340万のダメージ与えてるから、10% 削りで見ればわかるか。10% 削りだから34万だったら、アウト。あ、40万だからワンパンできねえや。全然ワンパンラインに届いてない。とりあえずこれはじゃあ上倒しの。っていうか、普通にこれすげえサクサクする。お？え？いや、あれか。多分あれだな。左のやつで多分倒したんでしょう。で、次が 3P。でも、ここでも普通にすげえサクサク進んでる気がするので、ぐるぐる回って倒しますと。どうだろう？で、問題点はここなんですよね。結局この辺で貫通さんだから、火力がな、ちょっとバルムンクの反射で挟まらないと、まあ、微妙いから、しっかりバフを入れて。さあ、これで無限大のバフで、どうなることやら。今これ防御弾はちょっとバフを優先して入れてないっすね。こっからだね、こっから。縦勘でだから薄くいって、豆を散りばめながら、いけるかどうか。はい、どう？豆。ほ？お？あ？お？お？あ？いや、2倍バフ入ってるからだろうけど、え？強くね？もう一回。あ、いや、ちょっと待って、これは、ラウンドスパークもちょこっと入れたいんだよな。
もっとあと豆を散らばせたい。ぐるっと回して。これでどう？はい。これボギダン。どう？お！は？は？強くね？あれも、別にこれいらないんじゃないの？ここは、はい。暴れ。暴れ。はい。もうなんかこれいらないな。いらないな、これ。パピーに反射で挟まる必要。もう多分この時点だったら、バフ入ってるっしょ。え？そんな楽でええの？はい、はい、はい。で、ぐるっと回って、とりあえず2体処理でしょ？こいつらもな、ちょっと前にやったナイチンゲールの動画みたいに、もう、防御ダウンしなくても削れてんじゃん、やばみたいなノリができると、やばやばなんだけど、はい。どうかな、ま、まあ、バフが入ってるから、これはスノドロワンパンできるのも、すごい偉い。で、もうバフ溜まってる。なんか知らぬ間にバフ溜まってる。まあ、とりあえずバフ打っとこう。あ、でも短縮。いや、いけるな。はい。いや、アジテーターとかいつでも遊べねえんだよ。あ、いや、これ、あ、そっか、自強化ちょっと入ってるっけ。確か、2段階目だと、バフ打つときに、1.5 倍ぐらいの自強化は、確か入ってたはず。で、ここは普通に、トリマルワートリコラボでしょ？はい。まあ、強いっすね。あ、そうか、バリアこれもう破れちゃってる。あとこれちょっと友情コンボでこれぐらいは削りきれねえかな。こうで、これ貫通で暴れ回って帰ってきて豆散りばめる。はい。はい。は？強くね？強くね？だって、まだ弱点露出してないんですけど。え、ここから弱点露出でさらに伸びる火力があるんですか？これはい、ぐるっと回る。はい。はい、はい。いや、ワンパン、スノドロのワンパンいってるのがすげえでかいよな、これ。で、これをうまいこと、両方とも同時処理したいから、はい。で、これぐるっと回る。あ、やべ。あー、危ないで。どう、友情コンボ。すげえ削ってる。すげえ削っ、いや、ちょっと。てかこれ知らぬ間にだから4割ぐらいはもう削ってるってことっしょ。これ、アジテーターの難しさ全部緩和されてない？はい。はい。はい。で、置いとく。うん。じゃあ、ここから、友情コンボで豆倒せる、豆で時計倒せるかもちょっと気になるけど、ま、さすがにこれはちょっときちいか。で、あと、いいところが、アンチブロック持ってるから、こういう動きもできるのよね。触れた後にそのまま、あ、でもこれあれか。いや、別にこれやってもいいでしょ。もう、一体だったら死なん死なん。はい。ぐるぐる。ぐるぐるアタック。はい。あ、オッケーオッケー、全然オッケー。で、回復もちょこっとする。よし、2000回復。強くね？え、だ、ここで、444。薄くいって横上がりかな。ラウンドスパークもこれで当たりられる。これ、ちょっと 2P ってバフ乗ってる？あ、うん、乗って、あ、乗ってねえかー、くそ。乗ってたらおもろかったんだけど、なんかちょっと乗せた状態でそしたらラウスパー入れてえなー。なんかルートねえかな。無理か。いや、いけるか。こういって、いや、ダメだ、無理、いや、ダメ、そんな変なこと欲張らない。はい。これでちょっと弱露しよう。はい。どうこれ。あ！あれ、あれ？なんで？もうスノドロがスノドロアリスアルファでぶん殴ったぐらいの火力がものすごい出てる。で、とりあえずスト系倒すか、いく。よし。やばくね、なんか。もうこれ負け筋が。あの、時計で時計やらかすぐらいしかないんですけど。はい。で、ジャクロとラウスパ。これどうかな？よし、オッケー。これラウダ。うわラウスパ、ラウスパで2割ぐらい削ってんじゃが。いやー、作り変えた結果がこれなんすよね。もうなんかアジテーターは難易度がちょうどいいみたいなこと言ってた人は、もうこれ多分泣いてる。で、バフをちょっと入れたいけど、まあ、とりあえずバフのために行って捨ててもいいか。はい。ていうか、これ1体でも正直十分くらいだな。はい。はい。なんか1体でも十分なレベルで、なんか普通に削ってないこれ。これで、だから左で3。はい。これで3。ここからもう1回。よし。あとは？で、これバフ入れるっしょ？はい。はい。ちょっと待って、これをだからこう入れて、
あ、でもこれやるとちょっと死ぬか。ちょっとまずいか、さすがに。これちょっとパピーを先に倒しておきたいんで、これいけねえかな。はい。これはい。で、パピーで友情コンボ。うわ、でっか！これできるのでっか！いや、パピーの処理簡単なのすげえ助かる。そしたら、あとは3手。これだとちょっとあれか、微妙いか。これはちょっと微妙いな。もうこれでも攻めてっしょ。ちょっとこれ見てみたいんだよな。はい。これどう？おーい、全然全然か。外側ぶん殴ってるだけでなんかものすごい削れてる。ちょっと真面目にやらないとそろそろ死ぬな。はい。で、これぐるっと回して、よし！すげえ削れてるな、なんか全体的に。で、時計がそこにいるけど、まあ、スパッと倒せば OK。ブロックあるから、ここをなんかすごい簡単に抜けられるのすげえでかいと思うんだけど、どうかな。はい。で、これで、とりあえず、これで4。あ！いやー、そこして欲しくなかった！5。あー、一応いけ。いや、これでなー、短縮できたら最高だったんだけど、ちょっと微妙いなー。右下が2だったらなー、これいけたんだけど。まあ、とりあえずバフ入れよう。いやー、いつでも遊びてー、これ。あ、ボケラン！は？やっぱここブロック入れた瞬間、ここがね、このブロックがすっごい楽なんですよ。これ切れることで。この2箇所取りができるからね。っていうかもうバルムンクの SS いらねえじゃん、これ。いらねえじゃん。やっぱ寺田心出てくる。今までのアジテーターのなんか難易度の良さというものがこれ全て崩れましたね。なんか別にアリスアルファもいらなくてよくねみたいな感じになってきた。割合ないと削り、ちょっと微妙になるかなと思ったけど、いやなんか全然そんなことないですね。むしろ多分バルムンズが、個人的には、なんかいっちゃん、あ、でも意外とパワーひまといでなんかしてっかな。パワー非展開とかの殴り削りで。で、ここを、はい、拾って、まだボケダウンしてないんだけど、下死にかけなんですけど。やっぱバフ入れるとちょっとまずいな。しかもこれなんか適当に暴れてるだけで、勝手に、なんか、減ってく。これもだから防御ダウンいらないってことでしょ。これ多分、ノリでいけるよ。はい。今から倒せるよ。ほらほら、今から倒れるよだ。あらもうこれ多分1体でも、まあ別に十分だけど、2体の方が、まあ、強そうな気が、するところね、これ。誰ちょっとパワーひまといで殴れねえかな。はい。これで、はい。で、これで触れる。あ、どう？あー、どうこれ。頭の上入ってくれたらいいんだけど、うわ、あ、やべえ挟まってないんですけど、これ外側をちょっとコツンコツン叩いてただけ。それなのになんかこんなに削れてる。もう多分これ挟まった瞬間終わってるわ。そしたら、もうバフ入れる。まあ。はい。で、これで、はい。はい。はい。で、とりあえずこれで一回調整するっしょ？どうだろう？これ、ラウスパと豆で削れっかな？それがちょっと面白そうなのね。豆をちょっとこれで、豆を薄めに出して、友情コンボでどれぐらい削れるのか。これどうかな？はい。ボケラン。いけ！豆！豆！あー、でもなんかちょっと角度悪かったな。もう SS の遅延なんでどうでもいいっす。どうせ死なないし。で、これぐるっと回して触れて触れて触れて。はい、豆。おー！あ、削れる！なんか思ったよりも削れるな、豆で。いや、もうなんか難しいと言われてる要素の全てが、なくなっちゃってる。とりあえずこいつ倒すでしょ？はい。ていうか、これも普通になんかちょこっと削れてるんだよな。友情コンボが強いから。で、まあ、あとは一回、まあこれでぐるっと回って、はい。でもバイタルこれ切れてるからどうだろう？はい、友情コンボ。はい。で、これはい、友情コンボ。あ、豆いいんじゃないこれ。あ、え？君の強さどこから来るのかね。久米原さんからですね。
これ作る、久米原さん作ったでしょ、絶対。こんな強いの、絶対久米原さんしか作らねえんだよな。まあ一応じゃあこれで、ちょっと一体編成裏で試してみて、まあちょっとあと他の適正キャラともいろいろ使って、まあ相性良さそうなのは誰かみたいな話を、ちょっとパパ軽く最後にパパッとしたいかな。いやー、そんなわけで、一体編成。で、さっき使ってなかったアリスアルファとかのキャラを、まあ使ってみたんですけど、2体がいいっすね、これ。これで倒せる？マジ？え、マジ？今これバフが乗ってて1段階目なんですけど。で、いや、やっぱ使ってみたけど、2体の方が、絶対にいい。やっぱね、本人が友情コンボ通るし、殴りも強いから、なんかね、やっぱ、バフが常に切れてる状態で動き回ってると、さっきみたいな、あ、ザコがなんかめちゃめちゃ削れてる、みたいな場面が全然なかったんで、まあ、強いて言うなら、スノドロが、何ワンパン足りなくて、生き残っちゃっても、まあ、友情コンボでご利用しできるかなくらいの、なんか削りぐらいしかあんまり期待できへんわ。で、適正キャラ、相性のいいキャラはね、多分、私は今後、今2回やったけど、ナイトメア2体と、で、多分、アリスアルファとスノドロかな？もう2体いれば、お互いにバフ巻き散らし合って、パピーは別に貫通だけでも処理できそうな雰囲気がプンプンしてるんで。だから別にもう、貫通4体でも十分な気がする。で、ナイトメアにバフもさっき言った通り巻きたいから、まあ2体編成で、残りは割合と殴りクソ強アリスと、加速で補助できたり、ユースピアップの補助できるスノドロが、まあいいかなと、個人的には思いました。もうこれはもう余裕っすね。冷説の中でいっちゃん簡単になったって言っても過言じゃないんじゃない？あ、そうだ。あと、ツイッターで見たんですけど、ヒットポイント吸収だからさ、レーザー食らってヒットポイントゼロになって死ぬっていうパターンが、敵の吸収状態だったら、2000回復して生き残れるんじゃね理論があったんですけど、これってどうなんですかね？私ちょっと試せなかったんですけど、死ななくて。それもできたら、いや、さらに死ぬ可能性低くなんで、敵の行動なかったら、だって死なないってことでしょ。だから、その辺も強いんじゃないのかなと思います。まあ、アジテーターは、もうこれで、完全に壊れちゃいました。あとは今から、コラボ1体、割合キャラがやってきたら、終わりなんじゃないですかね。